今回はこちらにあるダノンスマッシュのアイドルフォースぬいぐるみを紹介します。でもういよいよこのダノンスマッシュを持ってアイドルフォースも3人目ですので、だんだん言うことがなくなってきたので手短に終わりたいと思います。でこれまでに私はこのどちらかというと黒系に近い、まあ、足毛のクロノジェネシスと、まあ、白馬であるソダシを買いました。でこの2人でかなりこう黒と白っぽいコントラストがあって可愛いなと思って、まあとりあえずこの辺で打ち止めにしようかなと思っていたんですけれども、まあ、やっぱり茶色っぽい馬も欲しいなということで、今回今年の高松の宮記念を買ったダノンスマッシュを購入しました。で大きさとかは完全に、まあ、アイドルホースぬいぐるみシリーズで共通ですので同じです。でただまあ特徴的なこのおでこの模様とかがきちんと書かれています。で多分個体差だと思うんですけれども、ちょっとこう他の馬たちと比べるとここの鼻の輪っかがちょっときつそうな感じがして若干かわいそうな出来具合になっています。まあこれはでもおそらく個体差かなと思います。まあぐるっと見ても他のアイドルホースシリーズと同じように、まあ背中にこう優勝したレースとゼッケンがあって、まあ、ダノンスマッシュは黒の縦髪ですね。で手足の先もこう黒いっていう感じになります。でまあ毎度言ってるんですけど、まあどっかどう見ても可愛い感じの出来栄えになっています。でまあちょっとこの足を開いてるのでどうやって並べるのが一番いいのかっていうのはまだちょっと飾り方が見つかりきっていないんですけれども、まあちょっとうまくこの3人をきれいに並べてこう可愛く飾れるような場所を見つけていきたいなと思っています。ただ動画にしちゃうとこうソラシが完全に真っ白なのでどうしても白飛びしちゃうなっていう感じがあります。